プレミアプロを触り始めの方やだんだんねプレミアプロに慣れてきたなという方でも、このプレミアプロのワークスペース、まあ、作業画面ですね、この作業画面でつまずく方多いんですよ。結構これ由来のお悩み増えてきております。非常に増えてきております。なので今回はプレミアプロのこのワークスペースの解説を分かりやすくキュッとまとめてお届けしていきます。これ理解をしていないとすごく編集効率がズドンって下がっちゃうわけですよ。困りますよね。なんかわどうしようみたいな、なんかすごくプレミアプロ使いづらいなみたいな。なので今回お届けする動画、まあなんか分かることもあるだろうなと思いつつも、見てください、そして復習してください、そして3回ぐらい見直してください。そうやってプレミアプロを扱う上での大前提を認識、まあ理解をしておくと、すごくプレミアプロどん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 扱いやすくなっていきます。使いやすくなっていきます。自分が使いやすいように自分でカスタマイズできるようになっていきます。ということで今回はプレミアプロのワークスペース解説、レッツゴー。それではワークスペース解説ということで、過去にもね出してるんですよ実は。ただやっぱりプレミアプロのアップデートによって画面変わってきています。なので2022年版ということでね、解説をしていきます。はい、まずはプロジェクトを作成するとこのような画面になっています。なってないよという方はウィンドウからワークスペースを選んで、全てのパネルを選んでいただくとこのような画面になるかと思います。それでもならないという方は、全てのパネルを選択した上で保存したレイアウトにリセットを選ぶと同じような画面になりますと。でそもそも大前提として、このウィンドウからワークスペースを選ぶと全てのパネルとかエフェクトオーディオカラーとか出てきます。これは要はプレミアプロが作業に応じてやりやすい画面のレイアウトはこれだよっていうようなレイアウトを作ってくれてるんです、デフォルトで。はい、なのでウィンドウからワークスペースを選ぶとこのように作業に応じたレイアウトが選べるようになっています。今回まずは全てのパネルを選択した上で解説をしていきます。そして今何も表示されていないので解説しても分かりづらいと思います。ということでまずはプロジェクトを開いて、実際のプロジェクトを用いて解説していきます。はい、それではまず1つ目、左上のこの青い枠からいきましょう。ここはソースやエフェクトコントロールなどありまして、何をする箇所かというと、まあ、ウィンドウごとに変わりますが、エフェクトコントロールはこのクリップに対して、位置や大きさなどを変える、コントロールパネルになります。そしてエフェクトを適用させているならば、そのエフェクトの調整もこちらのエフェクトコントロールで行いますと。はい、でソースは何かというと、こちらねタイムラインのクリップ選択しても何も表示されていませんが、このソースは素材のプレビュー画面です。はい、こちらの素材がよいしょ、この10アンダーバー14になるんですけれども、ここをダブルクリックするとこのように素材のプレビューが表示されます。表示されてますね。はい、なのでソースは素材のプレビュー画面、エフェクトはタイムラインにあるクリップのエフェクトコントロール、位置や大きさなどを変える、位置や大きさエフェクトなどを調整する、パネルになります。まあ、あとはいくつかねこちらパネル横に移動するとあるんですけれども、まず押さえておくべきはソースとエフェクトコントロールで大丈夫です。で簡単に他のパネルの解説をすると、ルメトリスコープは色調整をする時のパネルでして、オーディオクリップミキサーは音量調整とかね、あとテキストはテロップ、自動文字起こし機能であったりとか、まあ、キャプチャーという機能もあったり、テープ編集進行状況、まあ、などなど、あまり使用頻度は少ないものになります。はい、なのでまずはソースやエフェクトコントロールのみで OK です。続きまして真ん中こちらですね、プログラムというウィンドウが書いてありますね。まあ、こっちはリファレンスって書いてますが、まあ、基本的にはこちらのプログラムを表示させておけば OK です。こちらは何かというと、タイムラインのプレビュー映像を表示させるモニターになります。はい、なので基本的にこちらタイトルとかありますが、これも決して構いません。リファレンスも決して構いません。基本的にプログラムとあれば問題ないです。で編集をするときは基本的にこのプログラムという書かれているウィンドウを見ながら編集状況を確認すると、例えばこうやってね、あのアニメーションが消えましたが、はい、リアルタイムで反映されています。プレビュー再生される場所がプログラムパネルですよと。で続きましてこの右側1列いきますか、
24ローヤーと15列ぐらいね、いろいろありますけれども、ここ文章ここクリックするとこのようにウィンドウが、まあ、タブが展開されます。まあ、要はいろんな、これね、ウィンドウがそもそもワークスペースのすべてのパネルなのでずらっとあるんですけれども、まあ、上から行くとこのクリップの情報だったりとか、エフェクトは、まあ、エフェクト一覧ですね。オーディオエフェクトやビデオに対して、まあ、動画に対して適用させるエフェクトとか、まあ、そういったエフェクトが格納されています。でエッセンシャルグラフィックスもアニメーションですね。モーショングラフィックステンプレートっていうアニメーションがありまして、まあすごくプレミアプロでは作れない高度なアニメーションをプレミアプロでも使いやすくするため のデータがあるんですけれども、それをモーショングラフィックステンプレートと言います。このようにさまざまなアニメーションを格納しておりまして、だいたい有料なんですけれども、まあ、そういったものを表示させる場所がエッセンシャルグラフィックスであったりとか、まあ、そもそもテキスト、まあ、テロップを編集するような画面でもない、ちゃんとカミカミですね、テキストを編集するパネルとしても使えます。例えばあるかな、テキスト編集入れてる箇所がないね。はい、まあ、テロップを入れてテロップの調整とかもすることができるので、ちょっと仮にやってみましょうか。よいしょ、まあ、テロップのね装飾ができるんですけれども、例えばテキストここで入力をして中地ですみたいな、でこれを入力したらこのエッセンシャルグラフィックスの編集というタブでフォントを変えられるし、ね、このようにフォントを変えられるし、色も変えられますと。赤色にして、じゃあ境界線文字の縁ですね、じゃあ白にして、このじゃあ境界線の縁は3とか、まあテロップの作り方の動画また別でやろうと思います。これ動画にね詰め込みすぎてもパンクしちゃうので、まあ、要はこのようにテロップの装飾もできたりしますよと、はい、いうのがエッセンシャルグラフィックスのタブになります。続きましてサウンド、まあ、これも音量調整とかルメトリーから色調整をするウィンドウだったりします。下のこちらのウィンドウはもうあまり使用頻度は少ないので説明省きます。まあ、このようにさまざまな調整ができるウィンドウが右に格納されています。続きましてこの左下はプロジェクトデータにある含まれている素材一覧になります。まあ素材の格納庫と思ってください。動画のクリップや音声シーケンスなどが含まれています。でここ大前提でプロジェクトの作り方もうちょっと詳しく知りたいとかね、シーケンスの作り方を知りたいという方は過去に動画を出しておりますので、そちらご覧になってください。ということで、まあ、素材格納庫でございます。で各プロジェクトに対して、そのパネルが表示されていますと。なのでプレミアプロは複数のプロジェクトを開くことができます。このプロジェクトに対しての動画、素材と、こちらのね0824ワークスペース解説のプロジェクトには何も素材を格納しておりません。あと他メディアブラウザーっていうね素材読み込みをするような場所とか CC ライブラリっていうものがあったりしますが、基本的にはこちら該当するプロジェクトをの名前を開いてそこに格納されている素材一覧を表示させて、素材があってそれを使いたいならばこのように素材をドラッグ&ドロップするということができるので、素材格納庫ということで覚えておきましょう。続きましてこちらの細長い青い枠の部分ですね、こちらはツールパネルになります。はい、選択ツールとかリップルツール、レーザーツール、スリップツールとありまして、まあ、ここも各このツールに関する解説動画今後出します。はい、で、基本的なものよく使うよっていうものはこの選択ツールと横書き文字ツール、まあ、要はテロップ挿入をする際に使うものなんですけれども、まずプレミアプロを触り始めの方はこの2つだけ覚えておけばいいです。で、ショートカットが V とかね T ってあるんですけれども、基本的なショートカットを覚えておきましょうっていう動画も出しておりますので、そちらご覧いただければと思います。まあここはツールパネルでさまざまなツールが格納されています。基本的には選択ツールと横書き文字ツールだけ覚えておきましょうということで、次の説明いきます。こちらがタイムラインパネルですね。編集をする場所です。
もう名前の通り編集をする場所なので、このように動画クリップや音声、まあ、BGM、効果音、そしてアニメーションとかロゴが表示されています。はい、ここで主に編集をしていきますと。で、上にこのようにパネルがありますが、これはシーケンスごとにこういったパネルは表示されます。はい、今、こちらの解決スロー法というウィンドウを出していますが、 YouTube 使用アニメーションを出すとこのように別のタイムラインが表示されます。ネストされたシーケンスを選ぶとこのようにまた別のタイムラインが出てきます。なので、あれ、さっき編集していた画面どっか行っちゃったっていう場合は、こちらのタブを押し間違えているケースであったりとか、消しちゃってるパターンですね。はい、こうなってしまった場合は、ここに素材格納庫に戻ってシーケンスをダブルクリック、使いたいシーケンスですねを、ダブルクリックをすれば、このようにウィンドウが戻ってきます。はい、続きまして、こちらのオーディオパラメーターですね、まあ、要は BGM や人の声、効果音の音量が確認できる場所になります。このように再生をすると、よいしょ、再生をすると、はい、このようになりますね。で、人の声だけ S を押すとね、このソロトラックといって、こちらのトラックのみの音量が流れますと。で、 BGM だけだったらこうやって BGM を選択して、今音量がどれぐらいかなと。人の声と効果音と BGM に関しての最適な数値というものはまた別の動画でご紹介いたします。はい、ということで、ワークスペースの解説簡単ですが以上になります。で、今ウィンドウのこのワークスペースが全てのパネルになっているので、使わないウィンドウがあるわけですよ。このタイムコードとかレガシータイトル系のね、この4つのウィンドウいらないわけですよ。いろいろいらないものが含まれています。すごく使いにくいです。なので、実際に皆さんが編集をするとき、このエフェクトを選べば、だいぶいいかと思います。あ、ちなみにこの画面になっていないよという方は、エフェクトを選んだ上で保存したレイアウトにリセットをすれば同じような画面になるかと思います。そして、今このように、いやこんなプレビュー大きくなくていいよみたいな状態になるんですけれども、まあ、そういう場合はこの境界線をクリックして調整をすると、このように、はい、表示させる範囲を変更することができます。で、基本的にはエフェクトコントロールを表示させて、左下は素材格納庫で素材を表示させておき、下は、編集する画面ですよね。で、こちらもツールパネルがありますし、右側にはオーディオのパラメーターがあって、一番右側にはエフェクトであったりエッセンシャルグラフィックスが表示されていると、まあ、なので、その時の作業に応じてこのようにパネルを開いて作業するっていう風にすると、全てのパネルを表示させているよりも表示ウィンドウが少ないから作業しやすくなります。そして、まあ、パソコンの大きさでまた見やすさ変わってくると思います。なので、必要に応じてレイアウトのこの各パネルの表示領域はご自身で調整してください。で、そういった調整をしている間に少しレイアウト崩れる可能性があります。はい、簡単に崩れちゃうんですよ。まあ、言い換えればカスタマイズができるっていうことなんですけれども、このようにちょっと触るだけでね、はい、このウィンドウのこのタブの、クリックした状態でこうやって移動させると、このように画面がどん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 変わっていくんですよ。で、これ画面レイアウト、まあ、ワークスペースパネルのリセット方法は動画で出しておりますので、詳しくはそちらご覧ください。ただ結論はここでも先にお話をすると、ウィンドウからワークスペースで保存したレイアウトにリセットを押せば、先ほどの画面になります。中地のクリエイティブ大学。以上がプレミアプロのワークスペースの解説でした。やっぱり作業する上では、このワークスペースの理解必須です。でもね、最初やっぱね、学ぶことが多すぎて頭入ってこないと思うんですよ。なので、もうよくわからん。早くなんか答えちょうだいっていう方は、さっきも言いましたが、ワークスペースのエフェクトを選んでおきましょう。まずはそれで採用してみてください。そこから何か自分なりにカスタマイズしたい場合ですね、やっぱりこのウィンドウとこのウィンドウよく使うなっていう風に、そうやって作業していくと自分なりにカスタマイズしたくなる時が来るんですよ。そうなったら次はこちらの動画を見てください。中地はこんな作業レイアウトにしているよ、ワークスペースはこんなレイアウトにしているよという動画を、出しますので、そちらをご覧いただければと思います。ということで、今回は、まあ、基本的なプレミアプロのワークスペースの解説ということで、いかがでしたでしょうか。学びになったな、いい復習になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。